皆さんこんにちは。社会情学メジャーの吉野です。これから社会情学メジャーの紹介をしたいと思います。まず社会情学メジャーの概要について紹介したいと思います。皆さんご存知でしたか？システム工学部には情報系メジャーがなんと4つもあるんです。4つです。例えば知能情報学、キーワードは人工知能ですね。ネットワーク情報学、キーワードはインターネットです。メディアデザインは、キーワードはデザインです。そして社会情報学、キーワードは情報システムです。さて皆さん、情報システムって聞いて何をイメージします？少し紹介したいと思います。皆さんが知っているように現代社会ってこの情報技術によって支えられています。社会情報学メジャーってこの情報システムを作ることをですね、考えているメジャーです。もっと簡単に言うと、人や社会を豊かにする情報システムを実現するための企画や設計技術を学ぶ、これを行うところが社会情報学メジャーです。さて社会情報学メジャーで学べることについて紹介したいと思います。大きくこの5つのことを学んでいきます。まずは新しい情報システムの可能性、次にソフトウェアの開発手法、もちろんコンピューターの仕組みとかインターネットの仕組みについても学びます。そして最後にこの高度なコミュニケーション、社会情報学メジャーではこういった大きく5つのことを学んでいきます。新しい情報システムを実現する流れについて少し紹介したいと思います。先ほどの5つのことが絡んでいることが分かります。まず社会における問題発見が必要です。その前に実はこの社会への興味関心というのが必要ですね。またこの問題発見から解決策の検討と実現の間には当事者、専門家とのコミュニケーションが必要になったりとか、現場の観察が必要になります。さらにこの解決策の検討と実現とシステムの適用評価の間には、一体どういった技術を活用すればいいのか、チームによってどのように解決すればいいのか、そういった形の模索があります。ここは1回で終わるのではなくて、ぐるぐると何度も何度も行っていきます。これが新しい情報システムを実現するための流れとなります。社会情報学メジャーではこういった流れがスムーズにできるような教育を行っています。これは社会情報学メジャーが研究対象としている領域と技術についての紹介です。ここに紹介している領域はほんの一部です。少し紹介します。例えば防災・減災支援、教育支援、学習支援、生活支援、医療・福祉・高齢者支援、観光支援、異文化・多言語支援、エンターテインメント情報技術などなど、多数の領域が社会情報学メジャーの研究対象となっています。これらの対象の問題を解決するために一体どういった技術を使えばいいんでしょうか？実は使う技術たくさんあるんですね。実は情報技術いろんな分野にまたがっています。例えば機械学習、人工知能、AR、CG、VR、データサイエンス、インターネット、いっぱいありますね。実は情報技術が対象としている、情報技術を利用してこういった研究対象の問題を解決するためには、このような多様な技術を上手に組み合わせて解決する必要があります。それでは社会情報学メジャーの研究所を少し紹介したいと思います。これはセーリング競技コーチング支援システムです。ヨットの位置データを収集して風のデータと合わせて海上でリアルタイムに分析表示するシステムです。これは実際にシステムを使っている様子になります。これは対面協調作業支援の研究です。皆さんが日常に使っているテーブルや机がですね、こういった形でディスプレイみたいなで表示されるようになったら何ができるでしょうか、そういった形を、そういった状況になった時のことを想定した研究になります。
これもですね、先ほどのテーブルトップインターフェースに近い研究ですが、食卓でのコミュニケーションを対象としています。皆さんがご飯食べるときにですね、会話のきっかけを、まあ、こういった形で提示してくれる、まあ、そういったものをですね、提案しています。これは漫画形式のチャットです。新しいチャットシステムの提案ですね。キャラクターが自分自身の分身となって表示して、表情や状況を分かりやすく伝達することを狙ったシステムです。これは動作学習支援の研究です。 AR を利用して腕動作の学習支援を行っています。この画面では AR を使って弓道の斜方八節の学習支援を行っています。それではこれから社会情学メジャーの講義演習の紹介をしたいと思います。社会情学メジャーではデータサイエンス系の講義がたくさんあります。例えばこのようにデータサイエンスの概要から実践的な演習まで行います。また社会情学メジャーではたくさんのプログラム演習が用意されています。具体的にはこのような講義でプログラム演習を行っていきます。また社会情学メジャーではグループワークが多くの授業演習で取り入れられています。このような講義演習でグループワークを行い、高度なコミュニケーションの学習を行います。それではこれから少し高度なコミュニケーションについて紹介したいと思います。これはグループでソフトウェア開発を通したトレーニングを行っている様子です。これは演習での最終成果発表会を行っている様子です。各自で作った演習の内容をみんなで分かりやすい、みんなに分かりやすく紹介しています。これは卒業研究のポスター発表の様子です。これは市民のイベントで研究紹介している様子です。市民に分かりやすく紹介するいい練習の機会になります。これは国内学会での発表の様子です。専門家に向けて自分の卒業研究、修士の研究を発表していきます。これは国際学会での発表の様子です。もちろん英語による発表を行っています。これは学内でのイベントでの研究紹介の様子ですね。こういった形で各自の研究成果をさまざまな機会で紹介していく機会が社会情報学メジャーにはたくさんあります。これは情報システム開発演習、学部2年の演習です。ネットワーク越しに動くリアルタイム対戦システムの設計開発を、まあ、一人で行う演習です。 Java を用いて開発しています。かなり高度なプログラミングを行っていきます。これはデザイン情報総合演習といって学部3年向けの演習です。チームでシステム開発の演習を行っていきます。コンセプトの提案を行い、システムの設計、構築、そして最後のプレゼンまで行う、一貫した開発を行っていく演習になります。この画面の例は教育用のアプリの例で Android 端末上ので開発されています。それでは社会情学メジャーの進路について少し紹介したいと思います。まず社会情学メジャーでは約 50% が大学院に進学しています。これは2019年度の大学院修了者内定先一覧です。結構大手企業に行ってることが分かりますね。これは学部卒業生内定先一覧です。なんか少ないですね。はい、実は多くの学生が大学院に進学するために学部卒業生の内定先は少なくなっています。これはこれまでの大学院修了者の内定先一覧です。これは学部卒業者の内定先一覧です。実は学部卒業者も結構いい企業に就職しています。それではこれから各研究室の紹介と講義演習の紹介があります。
そちらの動画もぜひご覧ください。